自分でもなんでこうなったのかわからないのですが、流木に緑の葉っぱがモリモリのモリモリになってしまいました。ありがとうございます。いまちです。立ち上げてからまごまごと長いている30センチキューブ水槽をご紹介します。どんな水槽かと言いますと、でかい流木を真ん中に置いてテネルス賞とフェアグラスパーグラスを植栽スとかでフィルターを使ったけど、水流でドライグラスがやれるからフィルとスマート60に変えて運用している水槽です。前回の動画ではこんな感じで終わっていたのですが、その後なぜかこうなりました。メルカリでアヌビアス7口をまとめ買いしてひたすら流木にくっつけたんです。どういうセンスでこんなことをしたのか自分のことが信じられなくなるんですが、ただでさえ圧迫感のあった流木水槽にさらに圧迫感を与えてしまいました。よりで見ると綺麗に見えるからいいかと自分を納得させようかとも思いましたが、そういう問題ではありません。ライトスクリーンを買って少しでも水景を綺麗に見せようとしているのがなんとも凄ましいです。ちなみに密かにクリナムアクアチカナローリーフを追加しています。これはちょっと気に入っているので成長を楽しみにしています。ということで今日は皆さんにやりすぎたレイアウトをしてしまった時の対処法をお伝えしようと思います。僕の場合はアヌビアス7口をつけすぎてしまったわけですが、きっとどんなやりすぎにも応用できるやり方だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。さらにアヌビアス7口を買いました。引くんじゃなくて押す、これが僕の対処法です。ということで7口を足しました。手先が不器用すぎて作業中の動画は撮っていませんが、盛大に接着剤をこぼしたりしながら無理やりくっつけました。ちなみにこの水槽ラミーノーズテトラの飛び出し対策としてアクリルの蓋を特注で買って使っていたのですが、フィルターを変えたことでサイズが合わなくなっていました。なので新しく蓋を買い直しました。しかしこの隙間から一匹飛び出したのを見てしまいました。その時はすぐ気づいて水槽に戻したので今も元気に泳いでいます。ということでこの水槽にはアヌビアスの壁というなんかそれっぽい名前をつけてとことん付き合っていこうと思います。そして実はこの水槽もう一つ感じている問題があります。今度はそれを解決する動画を出したいと思います。